はい、こんにちは。鬼面ライダーです。龍が如くセブン、続きをやっていこうと思います。あ、そうだ。小笠原と捕まえたんだ。よー、さっちゃん。ナンバーはどうした？弟さんに会いに行くって。すっ飛んで行ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。でもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。お前覚悟できてんだろうな。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。答え終えてもぶん殴る。小笠原、あんたは大見連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか。さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。心得てるね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪をすべて剥がされてもそれで終わると思うなよ。分かったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか。それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。でしょうね。じゃあやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、本当に知らない。荒川正人。なんでその名前を。名前は知ってんだ。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだ。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。
政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう。アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。友達いなさそうだもんな。全く別のものを求めていた。全く別のもの。表の力だ。表の力。それが知事。世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと。まだ根に持ってんだ。表の力とはつまり人気だ。あ、人気。幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが都知事。東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ、なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある。だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。所詮はお金のつながりだからな。しもべの間違いだろ。そうだよ。大変じゃねえか。若は人遣いが荒いからな。まずはブリーチジャパンについてだ。じっくりおさ、お早いな。字幕消えんの早いわ。ちょっと夏風邪で喉やられましてね、聞きづらいかもしんないけどご容赦ください。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。それともあんたの。あの人もだ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ、その話を聞いた時は私も青臭い上に
ありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのはなんでだ。ただあの人は荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさ。やっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのよ。頭いいか、器が小さすぎない。ちゃちゃ入れて悪かった。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ。そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ。腐敗を断ち平等な社会の実現、確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力したことさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。最近はそうでもないよね。本人も何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。いるよねそういうの。そこなんだよ、私たちが集めたかったのはそういった輩だった。ほう。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。さらに効率よく集めるため、組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったな。あいつ女に釣られたのか。クメ、横浜の支部長か。なるほど、あいつらしい釣られ方だな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると、大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。お前らはな、腐ってる連中はそういうもんだろうな。みんなそうだ。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。例はなんとか維新だとか NHK とかね。明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか。そうだ、その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。ま、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。10万？そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。随分態度が上になってきたな。肝に銘じとくよ。一発やっとくか。私からも一つ聞いていいか、春日さん。ん？あんたはここで何をしてるんだ。元荒川組なんだろう。なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。余計なお世話だよ。よく考えてみろ。
偉人さんの肩を持ってこの先どうなる。そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ。確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。嫌です。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも偉人さんに味方してるわけでもねえ。あ？うちの店長を殺したやつを追っかけてただけだ。そもそもマブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りゃしなかったんだ。頭のいいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは鼻から損得感情じゃねえ。強いて言や売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして先に喧嘩売ってきたな、そっちなんだぜ小笠原。理解したか。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉選ぶんだな。我が家にとってブリーチジャパンは都知事への踏み台。何年も前からそこまで計算してたわけか。あ、これずっと聞くやつか。まあその方が助かるわ。今喉やられてるからね。続きをやろうか、小笠原さんよ。ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言ってもいい。で、それからいよいよ。ああ、そして2010年参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今もあんたはあの人の言いなりだもんな。続き話してくれ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。え？違うのか。知名度、好感度ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。その勢いのまま知事就任からわずか半年後に、例の神室町産経作戦で東条会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に東条会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけどな。その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに東条会の消えた神室町には
すぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をして神室町に進出したわけじゃない。東条会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。でも誰か気づくだろう。東条会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味なんて持たないよ。そこも計算づくか。まあな。そして結果は、荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？東条会が消えてた瞬間から、すぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。神室町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ。ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。神室町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。まったくだな。あんたは何だ、何が言いたい。関係者警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな。東条会が消えた後、神室町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか。堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなことを。だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか。あるだろう。あ？ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事のしもべでしかないんだから。認めてやん。この野郎。足立さん、落ち着けよ。一発やっとくか。人気の知事になったわけはこの後何を。あの人は今早いな、消えんの。なんで都知事の若が今偉人町にまで手を伸ばしてきてんだ。それも若の意思なんだ。ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊かだ。荻窪？都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮、幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえの。ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも偽札か。知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね。証拠でも掴んだのか。いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば
瞬時に見抜くものさ。器は違うけどね。その後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ。でもそう簡単に行くか。人徳もないしね。知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴の虫がだから。てか品のない言い方だがそういうことだ。でその計画の実行のために偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれた。だな。そしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんてマブチにちらつかせたりしたのかな。マブチは以前から偉人帳を3つに分け合うことに不満を持っていた。その上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きい人間。いい人間に目をつけたもんだね。そのマブチにあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ。マブチだよ。肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろう。ああ、ある日知事にマブチの計画を報告した。リスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断はマブチの計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。人を殺すのに何も問題ないかよ。わか。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。そうだ、そうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだった。そして偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだ、その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな。難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々はつかむことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい、よし、一発殴ろう。ソイ、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人帳がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。おいおい、ハンサに殺されるぞ。カムロ町と同じ運命さ。なんだと。ここも時期近江連合に牛耳られる。
もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろう。向かってきたる。こっちの場所がバレたのか。奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよ、いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援寄ってんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。あんな、またこいつらか。あいつわしはどうも踊れるには鼻が利くらしい。暇なの？ん？あ、村長。よし、村長、お前ら殺す。悪いな、お前らを隠しきれなくて。そんな、謝るのはこっちです。私はここだ、早く助けてくれ。小笠原さん、この手柄沢城の頭に伝えてもらいます。分かった、分かったから早く。沢城の頭？よっしゃ、張り切っていくぜ。皆殺しにしたりゃ。大将の頭が1万円しか持ってね。強くなった気がするぜ。邪魔見ろ、してやったりだぜ。そんなに苦戦してないよね。あいにくですが、してやられました。あいつ逃げた。どういうこと？小笠原を連中に奪われてしまいました。どうやら痛み分けだね。いいさ、奴に聞きたいことはあらかた聞けたい。本当にすんませんでした、村長。俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でも、はい、今度人をさらうときは俺の目の届かないとこでやってくれ。わかりました。いや、そんなのもう二度としませんよ、多分。びっくりしたな、緊急速報メールかと思ったわ。カスカ、星野から電話だ。清流会の会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がするな。そうか。いや、コミジルのシステムはほとんど燃やしたんでね。だから私も同じ。異人町で今何が起きているのか知りようがない。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどの道今すぐには無理だね。わかった。会長、何だって？清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が治めた。そうか、あの頭無事だったんだな。高部さんね、あの人が会長についてくれたんなら清流会は一安心ってとっか。電話ってそれだけか？いや、ハンピンリューマンで問題が発生してる。ずっと蝶と連絡がつかないそうだ。え？蝶と連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジルの監視システムが使えないかってことだったんだが。でも焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。蝶は俺らにコミジルを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつはハンピンリューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。そうしたいけど、ハンピンリューマンは今クーデターの真っ最中でね。
マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たけん、ああ悪い、もうのんびり話せなくなってきた。やるしかねえな。だろ孫子さんよ。やるしかって何をだ。長はよ、自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピンリューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜ。その男がピンチなんだ。あんたら黙ってていいのかよ。確かに偉人さんがオウミに乗っ取られたくねえって言うなら、ああいう男は失っちゃいけねえ。俺はそう思うぜ。カズガ、お前本気でこれから蝶のとこに行くつもりか。もちろん本気でしょ。おうよ。いいかお前ら、クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。分かってんのか。正気じゃねえか。かもな。足立さんは反対か。誰が反対なんて言った。来てくれんじゃねえか。俺ももう一人で堀之内を追い込めるとこまで来てんだ。そうよ、私たちみんなスタートはどうであれ、自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。そうだよ、だよな。でもそれもこれもみんな関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫子さんよ、俺はあんたたちも今は仲間だって思ってるぜ。春日で、できればさ、ぜひコミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだが、どうかな。分かった。そう来なくちゃ。ま、助けが欲しいかくらい蝶に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃほっときゃいい。いいよ一番。あ、もうそんな奴らほっとけよ。お前ナンバー、今弟に会いに行ってたんだ。孫悲が言ってた通り生きてたよ。ああ、さっき解放もされた。よかったね。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。ああ、なんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。ん？なんだよ、改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え？だいたい偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。勇者だからだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。器はでけえ。そうだよ、そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でもそれはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、体も汚れてるよね。腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな。風呂入ってこい。俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバ、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。はあ、な一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ。これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれんのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え？もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上もう他人事みたいな顔はできねえんだよ。そうかよ、
まさかそこまでとはな。お人よしってか。お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがてえと思ってるぜ。同じ仲間としてよ。やめてくれ。俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？難波も俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだよ。だろ？もういいよそういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。止めないの？まあ仕方ねえよ。あいつの気持ちもわからんじゃねえ。ふう、よし、じゃあ一丁行くか。分かってる。孫妃、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ？今コミジルでは皆不安にしています。孫妃にはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。うん、何卒ご理解いただきたく。ね、まあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。春日よ、悪いが私はコミジルを見に戻る。だがその代わりに半巡儀を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？そりゃありがてえ。お、何なりとお申し付けくださいませ。やった、半巡儀が仲間に加わりました。中堅ハンさんが、趙が春日たちをよこしてくれたおかげで我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ、半巡儀。なあ、知ってるよ。散々人のこと春日とカスって似てますねって言いやがったからね、こいつ。春日さん、コミジュエで確認した限り最後に趙がいたのは彼の店でした。そうか。趙の店ってなんて読むんだこれ。そこで生きてるといいけどね、あの人。よし、あ、半巡儀は情報活動に向けた訓練のおかげで魅了、洗脳、怒りになりにくい精神を持っています。あ、耐性持ってんだね。まずは大人のおもちゃ屋でね、装備を整えていきましょう。確か半巡儀って拳系だよね。まず防具買って、あ、一番強いやつ装備していこう。ありがとうございました。こっちの方が強いの売ってるかな。いらっしゃいませ。あ、いいの売ってんじゃん。よし、あ、全然違うわこれ。めっちゃ強くなった。株やっててよかったわ。すぐお金貯まっちゃうからね。いらっしゃいませ。あ、これ美味しそう。ナポリタンか。いただきます。いただきます。このメンバーで飯食ってるとなんか異様だな。ありがとうございました。あ、特に会話はないか。特定のメンバーだと会話が始まるんですよ。つけられてない？あからさまにつけられてんな。
ねえ、ねえ、なんか私たちすごい見られてない？このところ顔を売りましたかね、あなた方は。いや、もし蝶が今も無事でいいんなら俺らを襲わせたりしねえだろ。今にも襲ってくる感じなんだけど、ってことはもう捕まってんのか。じゃあ連中が襲ってきたら、蝶はまずい状況ってわけだ。でも問題はどうやってそいつを確かめるか。勝ち込みでしょ。そんなの先に進みは全部はっきりする。よ、よ、道開けてくんねえか。俺ら蝶さんとダチなんだ。なんか言えよ。ってことはこいつはもう派閥が別か。あれ、一応確認だけどボスは蝶さんで合ってるよな。情報が古いぜ。そりゃもう何時間も前の話だ。こいつまた裏切りやがった。あいつ手だよ一番。ああ、変態さんね。変態さん？やつは手、脇の下フェチの。そうだったね。ほう、その情報はコミジューにもありませんでしたね。いらねえよその情報。まだまだだな。何をごちゃごちゃ話してんだ。ああ、悪い悪い。で、数時間前まで蝶がボスってどういうこと？今のボスはラオマーだ。あの人はお前らの首に賞金をかけたぜ。賞金？1人1億。正直お前らは嫌いじゃねえが、さすがに1億積まれちゃうな。すまねえが俺のために死んでくれ。こいつはもう容赦いらねえな。さて、あいつ何後ろで腕組んでんだよ。あ、強い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 。現状最強装備買ったからね。メロメロ台風。守備力下げて魅了する。めっちゃ強い。完全にヘビ姫様なんだよな。やっぱアイドル一人いた方がいいね。全体回復持ってないときついわ。魅了が強すぎんだよこれ。魅了かかってりゃ攻撃受けないからね。で、魅了かかってないやつをどんどん叩いていく。こいつだな。効かねえって言ってんだろうが。まだ魅力は冷めねえな。なかなか効果長いんだよね。よし、あとは魅了されてるやつを片付ける。いや、すげえ攻撃力高えな。あ、そうか、防御力下げてんのか。防御下げてチャーモンだな。アイドル強え。あ、やっと出てきた。脇の下フェチ。ほら来いよ。ここにしてやるよ。硬いな。これメロメロ台風でしょ。よし、まあ防御は下げたな。あ、人引っかかったわ。シールドバッシュ。あ、強いな。私の番ですね。ほら来いよ。ヘッドショット。あ、効く効く。あ、このメンバーいいな。
おー、入りました。よし、酔っ払ったな。してみろ。こいつやっとくか。いや、この嘆き好きく。あ、外れた。手のくせに生意気だな。シルブバッシュ。あ、強い強い。こいつ邪魔だな。やっちまうか。一発か。ハンさん強いな。私の番です。あ、怒りが収まった。避けられるから舐めんなよ。あ、強えなこれ。風邪ひいてるわこいつ。私の番ね。とっておき、おねだりビーム。あ、何にも思ってねえわこいつ、貧乏人が。体力あるだけか。こいつあらゆるステータス以上かかってんな。セクシーポーズ。見えない見えない。あ、聞いたわ。セクシーすぎてお見せできませんでした。ステミ投げ。畳みかけろ。あ、やっちゃった。よっしゃ。オラオラバースデーを習得した。まだ成長できるとはな。サイミングレネードを習得した。またいい女になっちゃった。またいい女になっちゃった。テンション上がりますね。テンション上がりますね。成長を感じます。一応ね、メンバー外にいる人も経験値入ります。逃がすと思ってんのかお前。あら、ていの旦那、今日はもうお帰り。うっ、お前分かってんだろうな。釣れねえな。そりゃねえだろ。すまね、許してくれよな。何でも話すからよ。おい、蝶はどうなった。あの人はラオマに監禁されてる。なんとか反転で。じゃあまだ生きてんだな。あ、ラオマは蝶からリューマンの資産を聞き出してんだ。隠し金とかそういうのを取りっぱぐれねえように。拷問してるってことか。多分そうだろう。状況は予想以上に悪いですね。ああ、でもそいつを聞いた川にはもう行くしかねえ。急ごうぜ。蝶が危ない。なんだこれ。猫？ん？猫の鳴き声するけど。ロストジャッジメントでも猫探しよくやってたな。あ？どこ？この裏？あ、これか。いたいた。あ、バイトヒーローで頼まれてたやつか。猫探しね。
バイトヒーローっていうね、ヒーローのバイトやってんですよ。じゃあいい時間なので今回はここまで。まあ、ちょっと風邪ひいてね、喉やられちゃったんで、まあ、今回あんま喋んなくてよかったんで楽だったわ。それでは次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。